こんにちは、シーセット営業部八木下です。今回はいくつかある業種の中から特に弊社のユーザーさんの多いプラスチック製品に携わるユーザーさんがどんな、使い方をしているかというところをですねご紹介していきたいと思います。1つ目、まずは成形品見積もりですね、主に営業さん向けになるかと思います。2つ目、プラスチック製品を量産するには金型設計が必要になってきますけれども、実際にこの製品が金型でできるのかという、つまり DR ですねを行うためにはどういった機能があるかというところをですね、大きく2つのシーンに分けてご紹介していきたいと思います。1つ目の成形品見積もりについては、弊社の開発した 3D ホビーをよくご利用いただいてます。読み込める 3D データは製造業で利用されているほぼ全てのデータに対応しています。 IGES ステップ、パラソリッド、中間ファイルはもちろん、ソリッドワークス、キャティア V5、NX などのネイティブデータも取り込めるようになっています。 3D モデルを選択してもらって、ワンコマンド選ぶだけで体積、最大外形が確認できるようになっています。今見ている状態をそのままプリントアウトすることもできますし、画像コピーしていただくことで見積書などにそのまま貼り付けることができます。以上が1つ目の成形品見積もりの使い方になります。2つ目の金型用の DR 加工ジグの手配については、 3D タスカル X、3D タスカル X ライドをご利用いただいています。金型用の DR で特に重要なのは、肉厚のチェック、勾配、テーパーの確認、アンダーカットがあるかないかといった検証が重要になってきますので、それらを順にご紹介していきます。まずは 3D モデルの断面を見ていきたいと思います。このように断面確認することができます。なお、こちらで断面線表示というのを行っていただければ、 3D ホビなどではできない断面計測ができるようになっています。またその他、肉厚で気になるようなところがあれば、面直方向の厚みという機能を使って面をワンクリックするだけでその場所の厚みを確認することができます。こちらはイメージとしては、煮物が煮えたかどうか用事を指す、そのようなイメージとなります。金型の DR では、この製品がどのようにして金型で抜けるかというのを考える、検討する必要がありますので、それを表すためにもタスカルでは任意の場所にローカル座標、副座標を作成することができます。抜き方向の設定ができたら、面の勾配角度、テーパーを確認していきます。確認したい面を触っていただくと、勾配角度、簡単に確認できます。手動ではなくて自動で確認する場合には、一括で色分けするようなこともできるようになっています。ツリー上から勾配 0.50 だけの面を表示させるといったことも簡単にできるようになります。アンダーカットの色分けをしていきます。抜き方向から見たときに影になる面をアンダーカットという形で検出していきます。この場合は黄色と赤に色が変わったところがアンダーカットになります。タスカルでは面の認識ができているので、こういったフィレットの部分もワンクリックで R を取り出すことができます。例えばボス形状で測りたいところにエッジがない、そういった場合でも面を触るだけで計測することができます。このようなテーパーがついているようなところも見落とすことなく確認ができます。外注手配用、あるいは社内の現場用として図面が欲しい場合には、 3D から簡単に二次元図面化ができるようになってます。
設計変更が行われた時に 3D データだけで確認しようとするととても大変なので、自動で色分けする機能というのがついてます。この場合は変わってないところが緑色、設計変更が行われた箇所は赤と青になります。このように簡単に違いを確認することができます。実際に金型のデータを取り込んで検証することもできます。以上が2つ目の金型用の DR、あるいは加工・ジグの手配としての利用方法になります。ご興味をお持ちいただいた方は、動画説明欄にもリンクがありますが、ホームページから体験版やカタログなど、ぜひダウンロードいただければと思います。